すする TV ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今週末2月1日の土曜日は愛知県名古屋市の久屋大通公園で開催されます名古屋ラーメン祭り2020に参加させていただきます。当日は会場の方にすする用のブースも用意していただけるようで、ぜひ東海地方のズルズルズの面々と交流できればと思っていますので、会場の方にぜひ遊びに来てください。詳細は各 SNS で告知させていただきますので、ぜひ Twitter や Instagram の方もフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そんなわけで、吉祥寺に新しくできた栃木ラブなお店はこちらです。ドン！ JR 吉祥寺駅から徒歩3分くらい、コピス吉祥寺内にありますしんちゃんさんにお邪魔してます。こちらしんちゃんさんは都内にありながら栃木のソウルフード、そしてご当地ラーメンである佐野ラーメンがいただけるお店です。佐野ラーメンのみならず、ご当地 B 級グルメの芋フライや、最近 B 級グルメの仲間入りを果たしつつある黒唐揚げなんかもいただけるらしくて、栃木ラブ感がねすごく伝わってくるぞということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあしんちゃんさん、主もせです。今回は味玉醤油ラーメンと黒唐揚げをお願いしました。メニューから栃木への愛を感じつつ、佐野市について勉強しながら待ってるぞ。こちらがしんちゃんさんの味玉醤油ラーメンです。ほほい、佐野ラーメンらしいシンプルなビジュアルで、ちりばめられた刻みネギもナイス。いろいろと楽しみだぞってことで、いただきます。さあまずはスープから。ムピン。ベースは動物系に魚介の出汁が加わったシンプルかつ旨味しっかりなスープで、その他にも煮干しや昆布やニンニク、香味野菜なども使用された層の厚い味わい。これにはウリ、マクリオもタジタジで、有無を言わさず飲みまくるしかありません。では続いて平打ちの縮れ麺とご対面して、1、2のスルーメガーン。佐野ラーメンらしさもある力強い麺で、分厚い旨味を持つコク深いスープとスーパーマッチング。与田さんもこの麺を研究していたらしく、食べ応えもバッチリだ、ズルズルいっちゃう美味しい麺です。さあいよいよここで黒唐揚げいっちゃいましょう。果たしてどんなお味なのか食らう。マヒョン。カリッとジューシーでご飯とめっちゃ合いそう。ちなみにこの黒色は竹炭で色をつけているとのこと。あとめっちゃ熱々です。てな感じで、その後もガンガン黒唐揚げを食らってみたり、すする好みのネギのシャクシャクとしたアクセントを楽しんでみたりしていると、終盤には大判チャーシューの登場。肉厚でジューシー、それでいて脂の甘みもうまい、ナイスな一品。ぜひロンロー君にもお裾分けしてあげたいです。そんなこんなで海苔の磯感も味わいながら、ラストスパートをかけて黒唐揚げの付け合わせもしっかり食らったら、最後に味玉をパクリといって、本日も完食です。大変美味しくすすれました。あっさりしつつも奥深い一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、しんちゃんさんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。まったりとした口当たりながら、しっかり充実した旨味が追いかけてくるスープが美味しかったですね。動物系と魚介系を組み合わせたスープで、あっさりとシンプルな味わいではあるんですけども、旨味はしっかりとしていました。スープをすくうと細かく刻まれたネギが入ってきて、シャクシャクとこう気持ちのいいアクセントになって、僕はあの細かく刻まれたネギがすごく好きですね。麺は平打ちの縮れ麺で、佐野ラーメンらしさがありつつ力強く食べ応えのある美味しい麺でした。黒い唐揚げは竹炭で色をつけているとのことで、すごくジューシーでね、ご飯が欲しくなってしまう味でしたね。都内で佐野ラーメンを食べられるとこって意外と少ない気がするので、あっさりしつつも奥深さを感じられる一杯、ぜひ気になった方はすすり行ってみてください。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、しんちゃんさん、兄はピッチャーや、それ進めや。